お、なんで、頬を桜色に染めてまあ。なんかいいことでもあったのかい？カルデア中が浮き足立って嫌がるからな。ジジイの俺でも気が緩んじまう。あれか、いよいよめでたい神霊様がやってきたのかね。大黒様とか弁天様とか。まあいや、弁天様はいるんだっけか。自称だけどな。大黒様は芝神の武器を持った別品さんがいるから今更なしか。まあいいか、何にせよ神霊なら頼りになるサーバントに違いねえ。で、お前さんは新しいサーバントに挨拶に行くところっと。俺に？なんでまた突然。おっと、そうか、バレンタインデーだもんな。これでも現代人の体だ。知ってるさ。中身はチョコレートかい？俺のようなジジイには血と毒でもなかったな。体は若いんだった、畜生め。ありがたく受け取らせてもらうぜ、マスター。緩んでいた気がビシッと引き締まった。だが困ったな。さすがにてめえの孫ほどの小娘にもらいっぱなしってのはな。俺に返せるものといえば刀しかねえんだが。いやいや、雨菓子のお返しに脇差しとか野暮天にも程があんだろ。女性陣に知られたら殺されるぜ。ちょうどいいお返し。物騒でもなく趣があって役に立って甘いものも OK。 なんだ、あれがあるじゃねえか。おう、ボンクラにしちゃいいひらめきかな。チート時間がかかるが、そこはご愛嬌だ。3時間後に俺の寄りに来やがれ。いいもん食わせてやるからな。おう、上がってくれ。ちょうど第一陣が焼けたところだ。餅は知ってるだろ。食いねえ食いねえ、たっぷり用意したからよ。おう、こっちに食いつくのか。これは俺のだったんだが。ま、砂糖を混ぜて甘醤油にしてるんで、バレンタインの趣旨からは外れちゃいねえが。ほら、ジジイが甘いものばっかり食べてたら体裁が悪いだろ。見え張ってたんだよ。気に入ったかい？なら一式丸ごともらってくれ。餅だけじゃなく火鉢までな。餅を焼くだけじゃなく暖も取れる。炭から出る火花を眺めるのもおつなもんだ。カルデアはほら、外は極寒なんだろ。もし電気が止まった時の備えにもなるさ。炭の用意をするのは手間だが、ほら、赤いアーチャーがいるだろう。あの野郎をこき使えばいくらでもってな。器用貧乏極めやがって、こんちくしょうめ。と、余計な愚痴とは情けねえ。とにかくだ、ただそうしたいからなんて理由で贈り物をもらうってのは久しぶりだった。隠居しちまうと大抵の贈り物は袖の下に入れるものになっちまう。差し出す方も受け取る方も内心じゃその後の面倒事を考えるってなもんさ。だからよ、まあ年甲斐もなく嬉しかったんだよ、さっきのは。なんで、たまには土いじりから、こうな。乾燥から焼きまではズルをしたが、そこはそれ、
さすがに一月は待たせられねえ。正真正銘村正印の陶芸品だ。持ち帰った時箔がつくぜ。ああ、なんだ。餅を用意するまでもなかったか。お前さんのほっぺた落とすために紅おかみからもらってきたが、なもん必要なかったな。その顔だけでお釣りが来る。じゃあまあ、残りは汁粉にでもしてみるかい。小豆の甘さなら西洋菓子に太刀打ちできるだろう。そうかい。まあだが火鉢を使うときは換気を忘れずにな。何事も閉じたままってのはよくねえよ。面倒でも風通しはよくしねえとな。